水曜日といえばもうお分かりですね。夜8時半から生放送をやりますのでぜひご覧ください。リンクは動画説明欄からどうぞ。さて、近年キャンセルカルチャーの行き過ぎが問題になっていますよね。企業とかに対して抗議する意味合いで不買運動をやったりだとか、行われる予定だったイベントなんかを抗議で潰そうとしたりだとか、まあそういうやつですよ。特にサハなんか常に怒ってますからね。彼らはいつも何かに対して不買運動をやってるわけなんですが、そもそもユーザーだったんでしょうかね。今回サハのキャンセルカルチャーのターゲットになったのはビールでおなじみのキリンです。キリンといえばスプリングバレーがとても美味しいですよね。僕あれのね、白大好き。そんなキリンが氷結のウェブ広告に経済学者の成田悠輔さんを起用したんですけども、これにサハがブチギレです。キリンビールは13日までに缶チューハイ氷結無糖で起用していた経済学者成田悠輔氏のウェブ広告を削除した。 SNS 上で同氏の過去の発言に批判が集まり、 X で不買運動もあった。キリンは様々なご意見を頂戴したため総合的に判断し取り下げることにしたと説明している。キリンはサハの抗議に屈した形になります。じゃあサハは何を問題視していたのかっていう話ですけども、それは成田さんの過去の発言ですよ。成田さんは少子高齢化の問題に関してもう唯一の解決策ははっきりしていると思っていて、高齢者の集団自決、集団切腹みたいなものしかないんじゃないかとか、やっぱり人間って引き際が重要だと思うなどとネット番組で発言をしていました。これは確かに過激ですよね。この発言そのまま擁護するというのは難しいんじゃないでしょうか。ただこの人口動態で今の高齢者支えきれるのかっつったら、そりゃ難しいわけですよ。集団自決なんてのは論外にしても、やっぱこれ考えなければいけない問題ではあるんですよね。今回キリンはサハの圧力に屈したわけなんですが、ちょっと情けないんじゃないでしょうか。成田さんなんて賛否両論あるってわかるじゃないですか。だから起用を決めたんだったら、そんなちょっと抗議されたぐらいで簡単にやめますって言うべきじゃないですよ。抗議が怖いんだったらそもそも起用すべきじゃないのかもしれないし、本当に厄介ですよね。キリンは成田さんの起用を取りやめると発表したのに素直に評価しないですからね。元文部科学事務次官の前川喜平氏は、でもしばらくはまだキリンを不買リストに残しておこう、そう簡単に許すわけにはいかないからと X にポストしています。実にめんどくさい。というかそもそもこの手のサハのキャンセルカルチャーに、まあ、どの程度のパワーがあるのかっていう話ですよ。ビビりすぎっていうかね、過大評価しすぎなんじゃないでしょうか。まあでも確かにあの集団でね大声上げられると、まあ企業からするとたまったもんじゃないですよね。人間だと問題になるので、もうなんかアニメですとかイラストですとか、そういうのでこう置き換えた方が楽なんじゃないかなと思いますし、最近あの日清の UFO の CM で、あの YouTube でもおなじみのあのソロタニさんのアニメが起用されてたりするでしょう。アニメであれば不祥事を起こす可能性は、といっても内容に抗議する可能性もあるから、いやだからめんどくさい社会ですよ。ということで続きは生放送でやりますのでぜひご覧ください。リンクは動画説明欄からどうぞ。